ラミーキューブは数字の書かれたタイルを用いるイスラエルのテーブルゲーム。名前の通りトランプのラミーとルール上の共通点が多いが場に出されたパイの組み合わせを自由に変更できる点が特徴。ラミーキューブはルーマニア生まれのユダヤ人のエフライムヘルツァノによって1930年代初めに発明された。ヘルツァノは後にイスラエルに移住した。最初のラミーキューブは 家族と共同で自宅の裏庭で作成した。ヘルツァノは最初のラミーキューブを個別販売したり、小さな店に委託販売した。後には他の国にライセンスするようになり、イスラエル最大の輸出ゲームになった。1977年にアメリカ合衆国で最も売れたゲームであった。1978年に出版されたヘルツァノの公式ラミーキューブ本によると、 ラミーキューブには3種類があると説明されている。現代のラミーキューブはサブラバンルールの1編集のみを含み他のルールには言及されていない。また出版社によってルールに違いがある。ラミーキューブに似たゲームにイタリアのスートが4色に色分けされたカードを使うマキャベリア中央、ヨーロッパ発祥のバチカンというゲームがある。2セットのトランプを使う。 トルコのボードゲーム、オ、OK、ケもラミーキューブと同じタイルを使ってプレイを行い、ルールの異なる部分もあるが、類似性及び用具の互換性もあり、一説には元になったと言われるが、詳細は不明。柔軟な思考と緻密な戦略を要するそのゲーム性は評価が高く、1980年にはドイツ年間ゲーム大賞を受賞している。3年に1回、 世界大会が開催されている。第1回と第5回大会で日本人の桑原正人が優勝。市は1991年の第1回大会の開催地イスラエルを舞台にしたゴルゴ13のジョーカーを砕くにおいてストーリーには関わらないが実名で登場している。2015年の第9回大会では斉藤王様氏2018年の 第10回大会では、沼尻公平氏が優勝している。全106枚のタイルラミーキューブのタイルには青、赤、黄、黒の4つの色があり、1つの数とは1から13までの数字が書かれたタイルが2枚ずつで構成されている。それに加えて、顔のマークがついたジョーカーが2枚あるので、合計は106枚となる。タイルの代わりに、トランプ2組を使っても、同様に遊ぶことができる。 タイルとスタンドプレイヤーの数は2人から4人まで。各プレイヤーはランダムに14枚のタイルを取って、初期の手配とする。残りのタイルは7枚ずつ裏向きに積んで山として、テーブルに並べておく。各プレイヤーは自分の番に手配からタイルを組み合わせて、場に出すか、山からタイルを1枚引くかどちらかを行う。タイルは、ランカグループのどちらかの組み合わせでなければ、 場に出すことはできない。ただし、最初にタイルを出す際には、手配から出すタイルの数字の合計が30以上で、なければ、場に出せない。一度組み合わせを場に出した後は、手配で、ランやグループを作って、場に出すだけでなく、すでに場に出ているランやグループにつなげて出すこともできる。この場合、手配から出すタイルは1枚以上であれば何枚でも良い。 この際、上に出ているタイルを崩して自由に組み合わせても良い。ただし、手番終了時に場に出ている全ての組が、ランカグループとして3枚以上で成立している、必要がある。誰かが全ての手札を出し切ると、ゲーム終了。その他のプレイヤーは手配に残っているタイルの数字の合計分だけ失点し、勝利したプレイヤーは、他のプレイヤーの失点の合計分得点を得る。 ジョーカーは任意の数字の代わりとして使うことができる。例えば赤の9ジョーカー11を出した場合、ジョーカーは10として扱うため、数字の合計は30となり、最初に場に出すことが可能となる。ただし最後まで手配に持っていた場合は、マイナス50点として扱う。ジョーカーを含む欄やグループも自由にアレンジすることができる。ただし、バリアントとして、 ジョーカーが含まれた欄やグループをアレンジすることができないとされたり、アレンジすることはできるが一定のマイナス点が加算されるといったルールも存在する。ありがとうございます。